ソルブ人はドイツ連邦共和国の東部に在住するスラブ人の一派である。ソルビア人とも呼ばれる。インドヨーロッパ語族のスラブ語派、西スラブ語群の一派であるソルブ語を話す。高チソルブ語と低地ソルブ語の2つの言語グループに分かれている。ソルブ人の旗、現在ドイツに住むソルブ人は約6万人とされ、 その内ザクセン州北東部に住む高地ソルブ語派が4万人、ブランデンブルク州南東部に住む低地ソルブ語派が約2万人とみられている。ただし、ソルブ語を使うのは1万人から3万人で、その大半はドイツ語とのバイリンガルとされている。また、ソルブ人が住む地域は、歴史的にラウジッツと呼ばれている。1910年のドイツ語多数地域図、ベルリンの南東、 バウトソン付近にある二つの灰色部分イコール、非ドイツ語地域がソルブ語使用地域。ソルブ人は中世までエルベガー東岸地域に住んでいたスラブ系民族のポラビアスラブ人の最後の残像遺者と見られている。同地域はドイツ人による東方植民の影響を受け、急速にドイツ化した。また、この地域のスラブ人は18世紀にソルブ人と呼ばれるようになった。 19世紀末、ソルブ人はラウジッツに約15万人が住み、モノリンガルが多数派だったが、ドイツ帝国からバイマル共和国の時代にかけて進んだ後半なドイツ化により、1920年代にはドイツごとのバイリンガルが多数派になった。1933年に成立した国家社会主義ドイツ労働者党政権は、ソルブ人をスラブ民族ではなく、 ソルブ語を話す、ドイツ人とみなし、再ドイツ化政策を進めた。1937年には、ソルブ人の民族権利擁護団体であるドモビナを禁止し、1939年には、最後のソルブ語新聞を禁止して、ソルブ人の教師や司祭は追放されて、強制収容所へと送られた。これらの政策により、ラウジッツでも、ソルブ人は少数派へ転落した。 1945年第二次世界大戦でドイツが敗北し、全土が連合国軍に占領されると、ラウジッツはドイツの一部としてソビエト連邦の軍政下に入った。プラハで組織されたラウジッツソルブ民族評議会は、これを機にチェコスロバキアの保護による独立を目指したが、ソ連が旧ドイツ領内でのソルブ国家の樹立を望まなかった。ため実現しなかった。 ただし、ソ連占領下で、ソルブ人の状況は改善され、1945年に、ドモビナの再建、1947年に、ソルブ語新聞の復刊が行われ、1948年には、ブディシンに高等教育の準備期間となる、ソルブ語の文法学校が設立された。1949年に、ソ連の支援で成立したドイツ民主共和国も、 国内のスラブ系少数民族であるソルブ人の文化保護に力を入れた。1951年には東ドイツのベルリンドイツ科学アカデミーとライプツィヒ大学でソルブ文化研究が開始された。1956年急速な工業化に反対する反政府デモがラウジッツで発生してもソルブ人の社会や文化には影響を与えなかった。 1968年に改正された東ドイツ憲法の第40条にはソルビア民族に属するドイツ民主共和国の市民はその母語及び文化を育成する権利を有すると規定されていた。1989年、ベルリンの壁が崩壊して東ドイツの社会主義体制が終焉するとソルブ人の民族評議会が招集され、 自分たちとの対話と完成化したドモビナの改革を要求した。この要求は1990年のドイツ再統一によって東ドイツを統合したドイツ連邦共和国政府との間で続き、1991年にはドモビナから改組されて独立性を持ったソルブ人民財団が設立された。連邦政府は旧東ドイツをも周一市に再編し、 ラウジッツは、ブランデンブルク州とザクセン州に分割されたが、両州の憲法は、少数民族としての権利をソルブ人に与えず、現在でもソルブ人は、文化集団として認められていない。一方、ソルブ人は、ソルブ語を使う学校への通学、自治体でのソルブ語使用、道路や駅などの標識における、ソルブ語兵器などが認められている。2005年には、 民族権利の擁護を目指す弁理士民族等が設立された。なお、近年の研究では、ソルブ人の63%に特殊な Y 染色体因子が確認され、これは他のスラブ系民族との共通性が見られるとされている。19世紀半ば、プロテスタント系のソルブ人がアメリカのテキサス州やオーストラリアに移住した。テキサス中部に広がったソルブ人は、 ドイツ系移民として、ドイツ文化を受容したが、テキサス・ウェンディッシュ・ヘリテージ・ソサイティは1988年から、ソルブ語でのフェスティバルを年1回行い、イースターエッグ、民族舞踊、ソーセージやビールの接触など、西スラブ系のソルブ文化を継承している。オーストラリアでは主に南部地域に住んでいるが、こちらもドイツ化し、ドイツ系移民の一部とみなされている。ソルブ文化は、 特に、キリスト教の復活祭で、芸術的なイースターエッグを作ることで有名である。また、1月25日には、冬の終わりを祝う、小鳥の結婚式という祭事を行う。これは子供たちが、結婚式の真似事をしたり、小鳥の形をした網パンを作ったりする。地名学の視点から考えると、ドイツ東部の地名の多くは、スラブ語起源で、その中には、 先住民族だったソルブ語からのものも多い。ラウジッツの地名で英雄やマイナスオをで割るものやツビカオなどはソルブ語起源の可能性がある。スラブ語系のロシア語ではという地名がドイツ語ではモスクワとなるように同じくスラブ語派のソルブ語やポーランド語ではザイトビという地名はドイツ語ではジッタウとなるのである。はるか昔ドイツ東部ではソルブ人が 多数派だったが、近年では、急速に地名のドイツ語化が進行している。現在でも残っている例として、ザクセンアンハルト州のゼルプストやゼェルビヒなどがある。旧市街や、鳥刑務所、機関銃等で有名なベルリン西部のスパンダーは1197年の、土地上都書,書中にスパンドの名で登場する。現在、シュパンダーは7から8世紀頃に、 スラブの一派ヘーベル人によって起こされたものと考えられている。なお、シュパンダウの表記は1878年に現行表記に変更されるまでスパンドであった。ドイツ憲法集第6版翻訳高田里氏仕上げ聖典 P191 ありがとうございます。